僕は明日も早い。とにかく公衆電話まで行こう。確かコンビニが近くにあった。覚えたての君の番号を空で言えるかな。次の雷が鳴るまでに数を数えた。あの頃はまだ君を好きになるなんて思わなかった。雷鳴が記憶の邪魔をするけど、なんとか思い出すよ。こういう気持ち切ないと言うんだろう。「そっちも雨が降ってるの」ほらまた今空光った。ごめんいざとなると急に照れてしまう。こんなことをしてるうちに新しい靴がもうびしょ濡れ。次の雷が鳴る前に言ってと君が笑う。例えば紙くずを投げ入れたり、横断歩道を渡るときに何か一つルールを決めて願いをかけたりしてる。